宿場町の面影を伝える下郷町の大内宿では、燃えやすいかやぶき屋根を守ろうと毎年防災の日に放水訓練をしています。地元の消防団などおよそ40人が放水に使う道具の点検や掃除をした後、サイレンを合図に一斉に放水し、水圧を確認しました。これだけ素晴らしい観光地をやっぱり後世にずっと、まあ、残してい行かなきゃいけないという僕らには義務があると思うんです。しっかりこう守っていきたいなというふうに思っています。訪れていた観光客はおよそ30メートルもの水のアーチに見入り、年に一度の光景をカメラに収めていました。